今日はお引越しについてのご相談をさせていただきます。私はもうここ 1,2 年ぐらい漠然と引っ越したいなという思いがあって、まあ、ただ退去に迫られているわけではないので、のんびりといい物件があったらいいなっていう感じで引っ越しの物件を探していました。具体的にはスーモのアプリを使っていろいろと条件を登録し、おすすめ物件や新着情報があると通知で知らせてもらうという設定にしてあります。それで最近おすすめ物件でスーモから送られてきたマンションがすごく魅力的でですね、まあ私は 100% 自分の理想通りの物件はないと思っていますが、その最近見た物件というのはほぼほぼ条件に合ったマンションだったんです。駅近だし、築浅だし、で問い合わせてみたらまだ空きがあるということだったんですね。でまず私は今日ですね、不動産屋さんに行く前にちょっとそのマンションの周辺を歩いてみようということで、今住んでいるところから5分10分の距離にあるところだったので、まあ、ぐる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 、きっと周りの人は不審者って思ってるんじゃないかなっていうぐらいぐるぐる回っていまして、やっぱりいいなって思ったんです。日当たりがねいいのがすごく魅力的だし、なんとなくこう静かな、近くに神社もあって、そういった雰囲気もいいなって思いました。でも私一つ懸念材料があって、このスーモのね詳細を見ていてもエレベーターの記載がなかったんです。で今日物件を見に行って、エレベーターがあるような雰囲気じゃないなっていう建物だったんですよね。でも4階建ての4階なんですよ。4階でエレベーターがないってきついですよね。でどうなんだろうと思って、また不動産屋さんに問い合わせてみたらエレベーターのない物件でした。珍しいですよね。4階で築2年なので古くはないんですが、皆さんマンションの4階でエレベーターがないってどう思いますか？まあメリットとすればいい運動になるっていうことぐらいしか私は思いつかなくてですね、デメリットの方が多いと思うんです。その毎日の通勤で慣れの問題かもしれませんが、私の場合は出張族なのでスーツケースがあるんですよ。で1週間の出張だと100リットルのスーツケースで持っていくこともあるので、いやさすがにね、それを毎月4階まで運ぶってなるとちょっと無理かなって思いますし、ゴミを出しに行くのもね、朝4階から降りてまた階段上がってって考えると、なんかもうゴミ捨てもめんどくさくなっちゃうし、めったにないことだと思いますが、もし粗大ゴミが出た時に4階からどうやって運ぼうって考えても、いやーちょっと4階でエレベーターのない物件ってどうなんですかね。で今日ね皆さんにご意見を伺いたくて、もう見た感じ本当に良くて条件にも当てはまっていて、エレベーターさえついていたらもうね、今住んでる方が3月で退去予定だそうなのですぐ引っ越します。でもエレベーターがついていないんですよ。エレベーターがついていない4階の物件について皆さんにご意見を伺いたいなと思ってお話をさせていただきました。はい、ということで今回も動画ご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。